ではこの時間は内藤証券東京支店にありますサテライトスタジオ株スタ7110から内藤証券投資調査部浅井陽三さんに伝えていただきます。浅井さん、こんにちは。こんにちは。よろしくどうぞお願いいたします。今日もよろしくお願いいたします。いい天気ですね。そうですね、今日は月曜日いい天気です ね、はい。相場の方はちょっともたついてますね。ちょっともたついてますけど、今日どうですか。、はい、早速言ってください。そうです、はい。2万円出たり入ったりというところですけれども、先週ですね、若干ちょっと2万円乗せてきて、ずっと行くかと思いましたら、やはりちょっとまだちょっと高値警戒感があるような感じでですね、はい。今日はもたついてます。重要指標の発表を控えておりますので、そちらの方今週の予定をちょっと見ていただきたいと思います。はい、よろしくどうぞ。はい、ご覧の通りでございまして、今週は明日ですねから明後日にかけて FOMC、連邦公開市場委員会ですね、アメリカの、はい。それからアメリカの GDP 1、3月の速報値が出ます。まあ、この数字によってはまたアメリカ市場の方がですね、米国市場の方ブレる可能性も、上下ブレる可能性があります、はい。それから30日は日銀の金融政策決定会合がございますので、依然追加利下げ、かなり市場は期待しておるところでございますが、さてどうでしょうか。それから あとはですね、週末アメリカの製造業の ISM 指数、それから中国の国家統計局の共同で発表されます製造業の PMI ですね、どちらも業況判断指数が発表されますので、そちらに向けてもややちょっとこう海外のが波乱含みになる可能性もあるので、やはりちょっと若干手を出しづらいところがあるかなと。それで日本の家計調査につきましては、はい、消費支出がですね、2月はマイナスの 2.9、 3月は駆け込み需要、去年盛り上がりましたのでマイナスの 11.8 の予想になっております、はい。2桁のマイナスの予想なんですけども、4月からそちらの方の特殊要因が剥落しますので、逆にですね、大きく見かけ上の数字は大きくプラスになってくる可能性は高いわけですね、はい。だからまあこの、3月から4月にかけて統計大きく変わってくるというところです、あと中国の、PMI、こちらの方ですけれども、3月は 50.1 の予想だったのが4月は 50ちょうどの予想というところで、景況感、分かれ目になります50のあたりで、うろついているというところでございます、はい。それから今週は決算発表、日本の企業の決算発表が本格化します。本格化しております、ということで、今日もたくさん発表されていますが、予定はご覧の通りでございまして、はい、ですね、今日が85社の予定でございまして、小松、ファナック、京セラ、東京エレクトロンというところでございます。明日は新日鉄住金、三菱電機 NEC というところ、それから JR 関係ですね、東日本とか発表されます。で、こちらの最初のピークがこの辺りになってきます。28、30あたりですね、はい。水曜日が休みになりますので、この辺りに富士通、ソニー、村田製作所とハイテク大手であるとか、新日鉄とかそういったところが出てきます。それからゴールデンウィークを挟みまして、社数のピークは437社の8日になりまして、東レ、三菱重工、トヨタ、物産にというところが出てまいります、はい。それからあと、大手企業はですね、この28、30とか8日、12日にたくさん発表がありまして、どちらかというとこちらの社数多いんですけども、やや中規模もしくは小型銘柄の発表が多くなるという形でございまして、やはりこのあたり、ですね、5月第1週あたりですね、第2週といいますか、このあたりにかけてが主力どころの決算発表が集中するという形になります、はい。それでは、相場の動き動きをちょっと見ていただきます。株価指数の動き、いつも見ていただいてますけれども、ご覧の通りでございまして、先週ですね、前半ですか、月火ですかね、月火じゃない、月火水と上昇しまして、木曜日高値をつけて2万飛び252円までいったというところで、今日、それで週末ちょっとお休み、今日の前引け段階まで出ておりますけれども、こういった形で抑えているという形になってまして、
基本的にまだ上昇基調は変化はないという形でございます。うん、25日線は 19,697円で700円800円という形で上昇してきておりますけれども、はい、また、そうですね、今週中頃にかけてまた上を試す動きが出てくるんじゃないかなというふうに動きます。はい、思います。それからトピックスも同様の動きでございまして、トピックスの方が比較的強い動きになってますけれども、うん、この辺りで、しっかりした動きですね。同様に、上値を試す動きがまた今週出てくるかと思います。はい、需給動向ですけれども、うん、こちらの方は先週木曜日に発表された分ですね、引き後発表された分で、3週連続の売り越しになりました。信託銀行、信託はね、そうですね、公的年金ちょっと最近、売り越し気味なんですけれども、まあ、一時的なリバランスに終わるとは思います。うん、またですね、一巡してくると再び買い越しに転じてくるんじゃないかと。うん、まあ、再び、ゆうちょ関係とかですね、そういったところも出てまいると思いますので、再び、海外投資家とまあ、揃い踏みになる局面というのは今後出てくるんじゃないかと思います。海外投資家はご覧の通り、3週連続の買い越しでございます。まあ、売り越しているのは個人投資家の方でですね、大幅な売り越しが3週連続ほどで続いておりますけれども、まあ、こういったところは、まあ、個人投資家の方は相場次第でございますので、やはりこの、信託銀行と海外投資家の売買動向引き続き、まあ、注目というところでございます。はい、から物色の方はですね、やはり、最近の動き影響を与えますのは、まあ、海外の方でですね、原油価格が少し戻しておりますので、うん、原油価格のチャートを少し見ていただきましょう。はい、はい、原油価格のチャート、これ 57.15、 先週末が 57.15 ドルまで WTI 戻しまして、うん、一時 43.46 ドルまで下がったんですね。これで、まあ、新興国経済が不調をきたして、そしてアメリカの経済の方、シェールガスのシェールオイルとかシェールガスの方のですね、生産が少しちょっと抑制気味になるなどになってきました。それで、まあ、そういったこともあって需給が締まるんじゃないかということで再び戻してまいっております。はい、これは去年の12月12日以来の水準でございまして、57.81 ドルが木曜日でございました。まあ、こういった動きが物色の方にもプラントであるとかですね、石油、そして、まあ、工業であるとか大手商社、そして海運、こういったところが、昨日はちょっと先週末ちょっと下がりましたけども、再びこう持ち直す動きが続くんじゃないかなというふうに思います。うん、はい、それで株価指数の動き、いつも見ていただいてます。株価指数の動き、ご覧の通りなんですけれども、まあまあ堅調なのは電気ですね。ここですね、電気がちょっと下がりましたけれども、若干軟化しましたけれども、引き続き堅調、相対パフォーマンス堅調です。まあ建設もまあ堅調と言っていいのかなと。それから卸売がちょっと、大手商社ですね、これがやや下げ止まり気味。逆に、医薬品、陸運頑張ってきたところがちょっと軟化しているという状況でございます。機械もちょっと良くないですね。はい、やっぱり、世界景気の先行き不安が出てくる局面では若干こう先行仕様になります。機械が弱めという形になっています。ただ、まあ機械でもですね、いろいろありまして、建設機械の方は中国関連でありますし、あと工作機械の方は国内設備投資、海外設備投資の影響を大きく受けますので、まあ少しちょっと分けて見る必要があるかなというふうに思います。これについてはまた後で。それから小売業の方が一服、かなり大きく一服してまして、逆に銀行強いですけど、こちらもちょっと目先はちょっと一服気味、まだ続くんじゃないかと思いますが、不動産もこれはやっぱり日銀の金融政策次第というところでしょうかね。あと、まあ海運とかが出直りつつある、これはまあ先ほどの資源価格の関連も影響してくると思います。はい、それではですね、いつもの通り銘柄の方を今日見ていただきましょう。はい、これは先週高値圏、そうですね、2万円で日経平均の方を推移しまして、その高値圏で出来高がこう急増した銘柄をちょっと拾ってみました。はい、はい、ご覧の通りでございまして、まあいろいろあるんですね。この、まあ、落としたのもありますが、まあ、最初トップ日本道路なんですけども、まあ、大成、それから鹿島、こういったところも出てまいりました。そういったまあ建設関係とかですね、そういったところが先週は結構堅調な動きをした、まあ、戻してきたということが言えるかと思います。それから総日
ですね、あ、この日本道路はこれ先週4月24日先週末ですか、情報修正してます。経常利益を90億から116億まで情報修正していますね、うん、それから双日こちらの方は日商祝いと日面が合併したところ、あの経営統合したところですけども、自動車とか繊維それから肥料とかに強いところですね、というところで、まあ、この、大手商社が最近ちょっと伊藤忠にしても三菱商事にしてもですね、再びちょっと上へ離れかけているというところの動きがこの、ちょっと小さめといいますか、3、4番手である双日の方にもかなり波及してきている。もう一斉にちょっとそういった大手商社の方が、資源の戻りで動き出しているというところですね、はい、あと紙パなんかも結構強いんですね。大王製紙、出てきました、製紙3位ですね。それから第一三共、こちらの方はインドの個別材料でですね、インドの後発薬の大手を売却するということで先進国に今後集中するというところで、うん、が交換して買われたというところですね。それから伊藤忠テクノは伊藤忠系のソフト開発、はい、IT サービスですね、それから日本農薬、こちらの方も情報修正しまして営業利益を中間期のですね、これ9月決算なんですが3月期の営業利益を77億円から99億円までこの日本農薬、情報修正しました、というところで、ところが9月期の予想まだ予想据え置いて96億のままなんですね。中間期の方が上になってしまいまして、まあ、今後情報修正は必至というところになります、理由は技術量収入が予想を上回ったこと、それから円安効果が理由としております。あと橋梁で横川ブリッジ、こちらもまあ建設関係と言えると思いますね。それから大熊牧野フライスというところ、今後ものづくり、今小先買い受注絶好調なんですけれども、ものづくり補助金とか、省エネルギー、設備導入補助金というのが今後今期それが上乗せしてまいりますので、引き続き高水準の受注であろうというふうに予想されております。はい、遺跡納期、こちらの方は国内消費者の増税の反動で大きく、増えた反動でですね、大幅減益だったんですが持ち直す見込みでございます。はい、からもう一つ、それからキッツはこれは、水素ステーションのスタンドが安全基準緩和するということでバルブを製造しておりますキッツが買われたというところです。あとまあ決算で日本電産買われております。パナソニックも法人向け社債向け好調で買われたというところですね。アルバックは FPD の製造装置とか、トアは防災減災機器、レーザーテックニコン、それから金融関係というところは出ておりますね。はい、はい、以上でございます。ちょっと時間になりました。はい、すいません、どうもありがとうございます。参考にしてください。ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございました。はい、よろしくお願いします。株スタ7110から内藤証券投資調査部浅井陽三さんに伝えていただきました。ではコマーシャルです。